で今回その徳丸さんに、お願いして今自作楽器とかそのいわゆる日用品を使ってこう舞台上で演奏するっていうことに何で興味があるかっていうと僕はその昔そうこういうちょっとこういうふうそうこういうふうにねちょっとどうしたの落ち着こうこういうことこういうことこういうことをしたくてでこれまさにね見終わった後に家に帰ってこう子供がこうこんな感じでねコンカンってこう鳴らしながらプロデューサーいやあれどうもありがとうございました。